さあそれでは山田康信選手ですお疲れ様でしたありがとうございましたさあまずはこの怪我を乗り越えて迎えた全日本。 どうですかショートを終えていかかがでででししたょうかそうそすね今回、怪我もあって、えー、予選で滑れないこととかもあったんですけれども、まあ、その第一次予選怪我あの危険したことで周りの方にいろいろな思いをさせてしまったので、まあ、その分、しっかりした演技で返したいという気持ちで滑ったのでそれがある程度、形になったのでよかったなと思ってますそして山田選手といえば社会人としてこうフル活動 されてその中で時間が限られた中での練習されたと思うんですけれどもそその辺はいかかがででしょうかそうですね今年、やっぱりその予選のところで東日本で宮田大地選手をはじめ,めないい選手がたたくさんいたあの引退のシーズンで次に進めない選手がたくさんいたので今後、社会人スケーターとして、えー、滑りたいと思わせるような演技をしたいという,ふうに思って練習してきたのでその点も形になってよかったなと思います。 あの感謝の思いを込めて滑りたいという舞台だったと思うんですけれどもそそのあたりはいかかがですかそうですすうねあの周りもやったしていても知っているお顔がたくさんあってとても力になりましたさあそれではこれからフリーに向けてお願いいたしますすそうですねまだあのフリーがあるかは結果待たなければわからないんですけれども,もうやるべきことはやったので後輩たちと先輩一人をしっかりあとこれから応援してもし滑れるようであれば。あの 一日また間あるのでしっかりとコンディションを整えて最高の演技ができるように頑張りたいと思います期待していますありがとうございました,山田選手でしたありがとうございました